アレックス・モレノこと、アレシャンドレ・モレノ・ロペラは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県サン・サドゥルニダノヤ出身のプロサッカー選手。プリメーラ・ディビシオンのレアル・ベティスに所属している。ポジションは DF。FC ビラフランカのカンテラから2011年4月に FC バルセロナの育成組織ラ・マシアに入団するも、翌2012年に解雇され、同年7月にセグンダ・ディビシオン B の上ラゴステラに入団。3部リーグでプロデビュー。2013年7月5日、セグンダ・ディビシオンに降格した。RCD マヨルカに移籍。2014年7月15日、ラージョ・バジェカーノと4年契約を締結。9月14日のエルチェ CF 戦で、ラリーガ初出場。しかし、2014から15シーズンは11試合の出場に終わり、2015から16シーズンは、エルチェにローン移籍。一方、ラーヨの方は、セグンダ・ディビシオンに降格となり、2016から17シーズンに復帰。2017から18シーズンは2部リーグ優勝を果たし、リーガ復帰に貢献した。2019年8月21日、レアル・ベティスと2024年までの契約を結んだ。ありがとうございます。